うんー、ね、寝ては起きて。うん、うーん、う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 ん。起きた？おお、怒んないでよ。いや、怒るか <laughs> 寝てるとこ無理やり起こしてごめん。あ。 あ,あ別に用っていう用はないんだけど、寝る前にちょっとだけイチャイチャしてみようかなって思って。え <laughs>、ダメ理由言わなきゃイチャイチャさせてもらえないのかよ。なんで理由理由か。イチャイチャしたいから。失格 <laughs>。 え、じゃあね、うん、そうだな。<laughs> うん、あの、そろそろ、そう、その、俺たちの赤ちゃんでもどうかなって。いや、だってね、最近職場でそういう報告多くてさ、なんかいいなって。だからさ、うん 週に1回のはあれじゃなくて、せめて週2回とか3回に増やすのはどうかな、と思っておりまする。うん、うん、そうだよね。こんな軽い気持ちで赤ちゃん育てるの無理だよな、分かってるよ。一人の人間を育てるって大変なことだし、産むのだって命がけなんだもんね。なんかいいな、くらいの軽い気持ちじゃ無理なのは分かってる。 でも、俺らの子供の顔、ちょっとは見てみたいなって思わないお前にそっくりで可愛い女の子とか、俺に似て頭は悪いけど運動神経がいい男の子とか、どういう子が生まれて、どういう風に育つのかなって想像したら楽しくなってきてさ、会社で赤ちゃんの話が出るとつい自分たちと重ねちゃうんだよね。 もちろん、お前のタイミングがあるだろうから、今すぐにとは言えないのは分かってる。お前も赤ちゃんのこと考えてたな、なにそれ俺が子供すぎるから <laughs>、もう一人の子供が増えるなんて考えらんないあ,あ、じゃ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 あ、待って。俺が子供どういうこと俺はちゃんとした大人なんですけどね <laughs>。 もしかしてお前に甘えすぎてるかな、俺。うん。まあね。俺一人になるの好きくないそれに寝てるのを起こすし <laughs>、うん、ね、ご飯食べさせてとか、お風呂一緒に入ったら愛好するとか。 腕枕も重たいと思ってる。ねえねそういうのやっぱ、ええー、なに俺子供かな <laughs> ダメダメ <laughs> そんならさ、優しくダメよって言ってくれればすぐやめる。あれダメって言ったっけうわ、と、待って、聞いてない。いや、聞こえてないのかもしれない。<laughs> いや、こういうとこって言われても、わかった。 だよ、これからは、うん、全力で我慢する。俺、大人になる。じゃ、かっこいい大人の男になれたら、本気で赤ちゃんのこと考えてくれるえ、まだダメえ、えー、なんでいや、もう、絶対楽しいと思うよ。っていうか、あれ、子供が好きじゃない。 それなら仕方ない、かなとは思うけど。いや、うん。無理にっていうのは将来的なことを考えたらいい方向にはいかないだろうし。うん、分かってる。そこはもちろんお前の気持ち優先で。うん。違う子供は好きゆくゆくは赤ちゃん来たらいいなって。ほんとそう思ってんの でも今じゃない理由ってさ。えもう少し俺と二人だけの時間を楽しみたい。ああ。あ、そう。あ、そう。あ <laughs> あ。あ。あなんかすっごく嬉しいこと言ってくれる <laughs>。じゃあ、うん。ええー、どうしようかな <laughs>。イチャイチャの回数は増やしてもいい いや、ほんとは毎日したいって思ってんだけど、さすがに毎日は疲れちゃうもんね。で、え、ちょっと待って。いやう、いや、急にそう言われるとドキッとすんだ。だってつけなかったらすぐ赤ちゃんできちゃうかもしんないよ。それでもいいの、うんま、あ <laughs> いやー。 俺幸せだよ。<laughs> そしたら俺もっと大人になれるようにしなきゃいけないね。お前に甘えすぎないに気をつけないと。うーん、でも、でもね、<laughs> たまには甘えたいかな、なんつって。腕枕とか頭優よ秀しよしとかしてほしいなとか思ったりして。俺もそれいっぱいするから。うん、たまにね。へへ、やった。 そしたらここ来て。俺の膝の上。ええから、ほら、体動かして。え、え、ぎ<ゅ>ー。ん、ん、うん。赤ちゃんは欲しいけど、赤ちゃんできたらあんまり甘えられなくなっちゃうね。なんか寂しくなっちゃうけど、なんかこう。 究極のイチャイチャの結果が赤ちゃんだって思ったら、その寂しさにも耐えられるような気がする。だから、今まで以上にお前のこといっぱい欲しがってもいい <laughs> じゃあいつもみたいにもう無理に寝るとか言わないあ言ったね。忘れないでよ。例 <laughs> とえばね。 聞いた話なんだけどね。すっごい好きが溢れてた時の、すっごい満たされた時に赤ちゃんって来てくれるらしいよ。<laughs> ちょっとエッチな話だよ、ね。<laughs> 今膝がギュってなった。意識したんだろう。<laughs> だから、俺お前のことたくさん、たくさん満たしてあげたいなって。 もう限界ってとこまで二人で求め合ってさ、終わった後は一緒にベッドの上で溶けちゃうの。そんなのもなんかいいかなって思うんだけど、お前はどうんうん、<laughs> 意識しすぎ。でも可愛いなんかね、さっきからすっごい甘い匂い。お前の甘い匂いがブワってきてるよ。 <laughs> 俺なんか甘い鼻の蜜に誘われる虫みたいになってる <laughs>。我慢すんな、絶対無理 <laughs>。明日朝早いって言ってたけど。うん、うん、せっかく起こしちゃったし <laughs>。今からいっぱいお前の答えしたい <laughs>。 ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と Twitter フォローよろしくね明日は今日より少しでも幸せな日になりますようにいい夢見ろよなおやすみ